動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白かったらコメント高評価チャンネル登録お願いします。さて、岐阜旅行編もそろそろ第8話ということで、今陣屋前朝市の前にいるんです。陣屋前朝市じっくりと見ていこうと思っていますので、最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。これ新作あるけど美味しい。アップルパイもある？アップルパイ。じゃあアップルパイもらっていいですか？1個。はい。さっきこのアップルパイ買ってきました。1個200円でした。いただいてみたいと思います。いただきます。うん。いつものアップルパイと違ってちょっと赤いんですよ。アップルパイって普通なんか白いイメージがありますけどね、リンゴが。ちょっと酸味があるかな、うん、そこがいい。完食しました。美味しかったですよ。どうしても感染症の関係で出店しているお店の数も少ないみたいですね。これやった方がいいかな、はい、これ拡大。あ、こんな風にしてマーキーで引いたいて工場を出して出来上がった写真のお味噌、はい、がここです。こういう感じで作っておられるということで、はい、で今度はこのお味噌を使って、はい、おかず味噌を作ったんです。すごい。僕お酒好きなんですけど、あー、酒のつまみにぜひ。ぜひですよね。浮き味噌、それから山椒、ピリ辛ニンニク、この辺はお酒のつまみに非常にいいと思います。キュウリにつけてもいいし、そのままでもいいし、はいはいはい、あ、なるほど、うん、お豆腐に塗ってもいいし。あ、そうですか。お餅焼いて塗るとか。はい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 。あ、ね、今餅屋さんで出てますもんね。餅切れないって言って見えたから僕ね、そういうつまらないジョークがすぐに出てしまうんですよ。人からね、うん、滑ったねって言われます。あ、そういうこと。そら着物ディーパンのこの綺麗でなんともまあおしゃれ、はい。僕は YouTube のその旅系チャンネルの中で一人しかいない着物の旅人です。で、今回よりこの高山を含めて岐阜県の行き来、飛騨地方の行き来がもうちょっと身近に感じられるようなお手伝いができればなと思って、で今回すごい長い尺のシリーズものにしようと思って動画撮らせてもらってます。それジーンズやと熱くないですかね。若干熱く。今朝は全然良かったんですけどね。8時台は良かったんですけどちょっと熱くなってきます。今日は26度、はい、6度くらいまで上がります、はい、ご飯に塗るおかず味噌が9種類です。ぜひお酒のおつまみにどうでしょうか。1つ250円。あ、したら1ついただきましょうか。はい、1つと言わず4つ900円でどうでしょう、お友達の土産に。友達友達いない。え、ご家族とか。いや、家族がこの間里帰りしてて動画も撮った。鳥取の方なんでなかなか。鳥取は私父親が10何くらい前かな、ハワイ温泉ってとこ。ああ、ありますあります。もうめちゃめちゃ近いです。生まれたところに近いです。ああ、そこへ連れて行った記憶がある。ああ、親孝行の一つとして。はいはいはい。でも鳥取砂丘っていうのはイメージしたよりはなんかチャチやった砂丘が。鳥取大学があそこで実験ばっかりしてるから。ああ、なんかねその関係もあるかもしれない。そのおかげで中国のゴビ砂漠とか砂漠が緑の。おまけしますので。負けます。これ一ついただけますか、はい、250円で。はい、ここがいいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。陣屋前朝市で昔ながらの製法でお味噌を作っている方のところでピリ辛味噌をいただいてきました。はいはい。あ、ほんま。あ、ほんまですか。これは知らなかった。蒸した大豆をね丸めて
干す玉にするわけよ、味噌玉、そしてよく干すのこれ、こうやつやつ。ああ、そうですか。丸めて、はいはいはい、はい、味噌玉を作ってですね、カチカチに干せて、これ新聞の切り抜き。ああ、ほんと。これが原料で作る味噌は今もう作られない。へえ、朝一ではおちっけしかないよ。風味が全然違う。うわ、全然違う。うわ、お母さん、私の味噌のまんまの作ってたよ。お母さん、もう商売上手いな。あそこのお隣のお母さんもね、うん、まあ商売上手かったけど、これはよく熟成した味噌だからね、まろやかで違いますからね。そっか、このお餅はね、石臼でつきます。全部石臼、全自動ではないからね、伸びが違いますよ。農家もね、毎朝精米機で精米するの、米を白くする、そして洗うもんで、米が新しいですからね。この玉味噌は味噌玉から作る。この地味噌は普通に3年間寝かせた味噌、釜で豆を蒸して、蒸して、麹と塩を混ぜて3年間寝かせた、まろやかな味噌です。ああ、そうですか。こっちの釜味噌はすごい風味が強い。風味が強い。まず、あの、田畑味噌探してる人か、味噌通の人が買ってたから。そっかー、昔はね、味噌買っちゃった。昔はね、あの、日本出してたでしょ。はい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 。日本出せないんだ。日本出すと大体味なめ比べて分かるやつがね。ああ、そうですね。あ、まあいいや、いらないよ。ごめんなさい。いや、でもお店の紹介もしっかり、僕個人のチャンネルですけど、はい、やらせてもらいますんで。はい、どうぞお願いします。はい、山に終わるのが大変でした。これが高山陣屋ですね。今からこの高山陣屋に入ってゆっくりと見物していきたいと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。